西木木とは、西木,木か西木木族の落葉低木。庭木や池垣、盆栽にされることが多い。カミソリの木とも呼ばれるが、これは、茨城県や栃木県の方言名であった。日本の北海道、本州、四国、九州のほか、国外では、中国、アジア北東部に分布し、山野に自生する。秋の紅葉を楽しむため、庭木としてもよく植えられる。 紅葉が見事で、日差、スズランの木と共に、世界三大紅葉樹に数えられる。落葉の低木で、高さは2から4メートルになる。枝は緑色で、若い枝では表皮を突き破って、コルク質の2から4枚の翼が発達する。なお、翼が出ないもの品種もあり、コマ弓と呼んでいる。葉は耐性で、葉芯は、長さ2から7センチメートルの東卵型から高騰。 紀新型で、葉遣には、細かい巨子があり、眉みや釣り花よりも小さい。枝葉は、蜜に茂る。花期は、初夏で、葉液に、炭鉱緑色で、小さく、あまり目立たない四弁の花を一、数個つける。果実は、果てで、楕円型をしており、秋に熟すとか火が割れて、中から、大な夜海色で、ほぼ休憩をした、仮種皮に覆われた小さい種子が露出する。 これを果実食の鳥が接触し、仮種皮を消化吸収した後、種子を糞として排泄し、種子散布が行われる。和名西木儀の由来は、紅葉の美しさを西木に例えたことによる。別名やはず西木儀。日本の地方によって、狐のカミソリなど、以下のような方言名が存在する。中国植物名は、エーホコという。英語では、ウィングドスピンドル。 翼のある帽子やいはバーニングブッシュ、燃え盛る茂みと呼ばれる。栽培は容易で、繁殖はハッシュ、または、挿し木で行う。ハッシュは秋に採取した種子をすぐに巻き、挿し木は枝を10から15センチメートルに切って刺し、乾燥させないようにビニールで覆う。紅葉を美しくするために西日を避けた日当たりの良い、場所に植える。剪定は落葉中に行う。 よく目をつける性質なので、生け垣の場合は強く剪定しても良い。低園樹、盆栽、高園樹によく用いられる。日本では民間薬として、秋に採取した果実や、初夏に取った樹皮、根を用いていて、それぞれ天日で乾燥させる。中国にはなく、漢方では使用されない。黒焼き用の枝葉は、アルミ箔に包んで焼き、黒い墨にして砕いて粉末にする。 打撲の鎮痛、消炎、トゲ抜きの薬として用いられる。打撲、生理不順には、樹皮、果実は1日量3から1 0ムを、水300から 600cc で半量に煎じ、3回に分けて服用する用法が知られている。トゲ抜きの場合は、黒焼きを米糊と練って、紙につけて貼ると、トゲが出るので引き抜く。体を冷やす作用がある薬草のため、 妊婦への使用は禁忌とされる。学名、オクセデンドラムアルボレウム。筒子化。コーンビスでは、水場の木という和名が付けられている現代では、ヒガンバナ科ヒガンバナ族の双本ライカースサングイネア、バリエーション、サングイネアの標準和名とされている。現代では、シキギと同じトガのベッシュセレストラスオービキアレイトス、バリエーション、オービキアレイトスの標準和名とされている。 現代では、西木義と同族だが、別種のユアナマス・ジャポーニカスの標準は見落とされている。日本語、英語。ありがとうございます。